二丁添付式の和時計。四角水系の台があることから、この形式の和時計を、倉時計という。和時計とは、日本の江戸時代から明治初期にかけて製作、使用された時計のこと。不定時法を用いるための機構を持つ世界でも珍しい時計である。赤字計、日本時計、大名時計とも呼称する。明治六年をもって日本は、 定時法へ移行したことにより、その実用的使命を終えた。現在一般の時計が1日を24等分した定時法を原則としているのに対し、和時計は季節によって変化する昼と夜をそれぞれ6等分した不定時法を前提として制作されている。つまり昼の一刻と夜の一刻は季節によって長さが反比例することになる。この場合、日の出と日の入りが 基準ではなく、日の出前の白々と夜が明ける白明と日が暮れて人の顔がよくわからなくなる誰そ彼が基準だった。一般的には日の出の約30分前と日の入りの約30分後が昼と夜の境とされた。ただし、和時計の場合、そうした一国の季節変化を日々の厳密な変化として表示させるのは困難なので、 二十四節気に合わせて十五日ごとに一国の長さを調整するようにしていた。和時計の時刻表示方法としては、時間の遅速を調整する、棒添付の重りりを昼と夜で日々掛け替え、かつ十五日ごとに一国の季節変化を調整して表示する、二丁添付型と文字盤の文字が描かれたプレートの間隔を十五日ごとに変えて時間を表示する、 割りこま式文字盤型の2種類がある。1600年代中頃に二丁添付式が登場する。前は一丁添付式の和時計が製作、使用されていた。和時計は江戸時代を通じて改良や技術開発が進み、1800年代半ばには完成型ともいえる自動割りこま式へと進化した。一丁の添付では毎日昼と夜の境である名物と、 クレムッツに重りりりの掛け替えが必要であり、手間がかかるので、後に昼用と夜用の二丁の棒添付を時計に組み込み、名六つとクレムッツに自動的に昼用の添付と夜用の添付が切り替わる二丁添付型が発明された。こうすれば、毎日2回の重りりりの掛け替えは不要となり、15日ごとの掛け替えだけで済む。割りこま式文字盤型は、 時計の速度は変えないが文字盤の時刻表示が動くように作り、それを15日ごとに動かして、昼夜の間隔を変える方式である。なお、和時計の二丁テンプはどちらか一方が動いている間、片方は止まっているので、時代劇において両方が同時に動いているのは誤りである。西川助信の描いた浮世絵、一丁テンプ式の和時計がほぼ正確に描かれている。 日本への機械式時計の伝来は、天文12年、ポルトガル人による鉄砲伝来と時期を同じくすると言われるが、文献上で確認できる書質としては、大内義高きの天文20年、スペインの宣教師、フランシスコザビエルが、大内義高に自名称を献上したというものである。また現存する最古の伝来品としては、慶長16年5月25日に縫えばイスパーニャの、 福王ドン・ルイス・デ・ベラスコイ・カスティーリャからフィリピン総督救助の例として徳川家康に送られた全米動力のランタン時計が苦悩山東照宮に伝わっている。これはフェリペ2世のお抱え時計師ハンス・デ・エヴァロによって1581年に制作されたもので現存しているハンス・デ・エヴァロ制作の時計はエルエス・コリアル宮殿にある1583年製の 物た一個のみと言われている。しかし外国から伝来した時計は、定時法の時間を計るように作られており、当時の日本は不定時法を用いていたので実用性がなく、ステータスシンボルとしての要素が強かった。こうしたヨーロッパからもたらされる時計を縫製しつつ、やがて日本の風土と習慣に合わせ独自の改良と仕掛けを盛り込んだ機械式時計、すなわち和時計が発明された。 日本人の手による機械式時計に関しては、その期限は明らかになっていない。天保3年に編纂された、尾張氏には、徳川栄康が朝鮮より献上を受けた、自名岩の破損を修復できる技術者を探したところ、再工事を好むタイ野職人の津田助左衛門が修理し、さらに同じものを製作して献上したという記述があり、 この津田助左衛門という人物を日本時計師の元祖であると伝える。平成の現代においては時計政策、復元に携わった堺鉄砲研究会の沢田平は同時期に伝来した鉄砲の政策と普及速度から日本人による機械時計の政策もそれに近い年代には確立していたであろうと推察している。実物では、記名から 制作年月が判明している最古の和時計として、遠方元年の時計や左平のものがあり、また二丁添付式として現存する最古の和時計には、安永二年と京都市上通り、境町中、荒木山都海名正之城作の名がある。二丁添付式の時計がいつ頃発明されたのかは明らかではないが、元禄の,の頃にはすでに存在していたという、気候税主観にある、 和時計の内部構造を解説した部分。和時計については確かな文献資料がほとんどなく、和時計が作られ始めたと見られる年代から遥か後の完成9年に細川半蔵著の気候図員が刊行されている。この書物は蛇運び人形をはじめとするからくり人形を解説したものとして知られているが、その主観には和時計の気候や政策について記されており、 当時のは時計の解説書としても現存唯一のものである。当時、時計は高級品であり、大抵は大名や豪商など富裕層が所持していた。本体や歯車をはじめとする機構は鉄、または真鍮で作られ、微礼な長金の装飾が施されたものも多かった。また種類も多様で、現在でいうアラームやカラクリを備えたものもあった。また静粛を組み合わされた時計もあった。 上京5年に刊行された、伊原西閣の日本永代蔵の挿絵には、矢倉時計が見られる。比較的機構が簡単な和時計として、尺時計がある。これは、短冊系の箱の上部に、時計のムーブメントを取り付け、動力の重り木につけられた針が、箱の下部前面にある、時刻の目盛りを指す。長さが一尺ほどだったので、この名が付いたが、二尺や四尺に、 なる寸法のものも作られている。これらは時計の構造に驚いたオランダ商館長、イサーク・ティッチングが入手を試みたが、あまりにも高価だったので購入を諦めたという記録がある。幕末から明治初期にかけては、定時法と不定時法の両方に対応した和洋折衷の時計も製作された。割り込ま式文字盤の方式であれば、文字盤の表示の工夫で簡単に両者に対応できた。 田中久志重作の万年時計こと万年時名称は和洋折衷時計の究極と言えるもので気候全体のタイムキーパー役として西洋要の懐中時計を組み込んで定時法の表示をする一方で和時計部分には季節による昼夜一国の変化を荒れ駒の感覚の自動変更で行う気候が組み込まれている。日立国の名主、飯塚伊賀7は 高さが2メートルある大型の輪時計を製作し、朝と夕に太鼓や鐘を自動的に鳴らして、街の人に時を知らせるとともに、飯塚家の門扉を自動で開閉させたと言われる。明治5年12月3日、明治政府は太陽暦に基づきこの日を明治6年1月1日と定め、時刻も定時放映の全面移行を実施した。さらに、アメリカから無関税でボンボン時計と呼ばれる。 定時法時計が大量に輸入され、和時計はその使命を終えた。各班所属の時計師たちは録を失ったものの、定時法時計の構造が和時計に比べ単純であることを発見した彼らが、洋式時計政策に転換することは容易だった。日清戦争の頃には、日本国内から輸入時計を駆逐し、明治35年頃にはアメリカ製に変わって、 アジア市場を石鹸するに至った。実用性はなくなったが、現存している和時計は干渉、展示や研究、修理の対象となっている。愛好家向けにオケ時計や腕時計が制作されることもある。ありがとうございます。